上空には綺麗な星空が広がっています。本日は世界の強豪クラブチーム参加の世界クラブトーナメント、1回戦ミストラル対ブレーメン FC。 実況担当は八塚博史、レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。ジローラモがベンチレポートをお送りします。日本中が注目の一戦、衛星生中継でお送りします。乾杯。
全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。本日はファン感謝マッチでお楽しみください。ミストラル対カイロ FC。 J リーグの試合とは違い、和やかなムードが漂います今日の試合。実況担当は八塚博史。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。いい笑顔。
全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。本日はニューイヤーカップ1回戦、エスパルス対ミストラル。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、ジローラモです。今日は頑張ってレポートします。面白い対戦になりました。初めて見た。本当にいたんだね。ピッチが眩しいです。思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。2回戦、ミストラル対ガンバ。実況はおなじみの八塚博。今日はパンツェッタジローラモさんとお伝えしていきます。ボンジョ。We'll be right back.
寒さをものともせず、熱狂的なサポーターが応援に来ております。本日はニューイヤーカップ準々決勝、ミストラル対アントラーズ。実況担当今年も残すところあとわずか、選手たちの気合も十分でしょう。思わぬ番狂わせもこの大会の魅力でしょう。準決勝、サンフレッチェ対ミストラル。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん。はい、八塚さん、みんなさん、
おそらく意味ないと思うけど、一応行かせとくか。全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。さあ、日本中が注目していますニューイヤーカップ決勝戦、 F マリノス対ミストラル。実況担当は八塚博史。ジローラモさんがピッチ上にいます。ジローラモさん、チャオ、こんにちは、ジローラモです。面白い対戦になりました。ミストラル、調子の方はいかがでしょうか。前節勝ってはいるものの、内容的にはあまり良くなかったんで、今日は気合を入れて頑張ってほしいです。場内は選手たちとサポーターの歓声の渦に包まれています。 J リーグ今年最後の大会を絶好調のまま締めくくりましたね。これは来年の成績も期待できそうですか。それではまだまだ熱の冷めそうにないスタジアムからお別れしたいと思います。それでは、
正直もう新人は GPS ピーでないと取らないよね。全部見なくてもいいんだけど、ガンガン補強されるのも嫌だし。でもアンダー23で勝つためにはスティングに補強してもらった方が楽だし、悩むとこだよね。